バーラムはイギリス海軍が建造した戦艦で、クイーン・エリザベス級戦艦の3番艦。スコットランド、クライドバンクのジョン・ブラウン造船所で建造された。第二次世界大戦中にドイツの潜水艦の魚雷攻撃を受け撃沈された。船名はトラファルガーの海戦当時の改称であり、イギリス海軍の強化に貢献した初代バーラム男爵、チャールズ・ミドルトンにちなむ。なお、バーラムと命名されたイギリスの戦艦は4隻あり、この船は4隻目にあたる。就役した直後の1915年12月1日に姉妹艦ウォースパイトと衝突し、同年12月23日まで修理が行われた。1916年、第5戦艦戦隊の旗艦として、エヴァン・トーマス少将が座乗し、ユトランド沖海戦に参加、ドイツ海軍の巡洋戦艦フォン、デアタン、ザイドリッツ、デアフリンガーと交戦して損傷した。7月まで修理を行った後は1919年まで本国艦隊に所属した。就役後の1916年に弾薬庫の上面に 25mm 装甲が追加された。1918年に2番3番主砲登場の陸上機の滑走台が装着されたが1922年までに撤去された。1930年12月から1934年1月にかけて近代化改装が行われた。主甲板の防御強化のために弾薬庫の上部に 127mm 装甲を張った。水雷防御の強化のために原則にバルジを追加したことにより、艦幅は 31.7 メートルに増加し、満載排水量は 36,785 トンとなった。外観上の相違点では、艦橋の基部が大型化して多層構造となったほか、煙突の形状が2本煙突の上部が結合して1本煙突となった。後部マストも単足から三脚型に改装された。対空火器の増加が行われ、水上機の運用のために中央部の甲板が大型化し、3番主砲塔上にカタパルトが設置され、水上機の運用のために後部マストの左側にクレーン1機が追加された。1938年に 10.2cm 広角砲が連装化したのに続き1940年3月に2番主砲塔上に新型の 17.8 平方センチメートル連装ロケット砲1機が装備されたが、1941年には撤去されて 12.7mm4 連装機銃に換装された。1940年代にクイーン・エリザベスが言ったのと同様の近代化改装が行われる予定であったが、第二次世界大戦の勃発により果たされなかった。武装の追加、撤去の相違は以下の通りである。第二次世界大戦中はバーラムは大西洋及び地中海で活動した。1939年12月12日、近タイア岬沖でバーラムは駆逐艦ダッチェスと衝突し、ダッチェスは沈没した。12月28日、ブリテン諸島の北で、ドイツの潜水艦 U-30 に雷撃され、損傷した。1940年9月、ダカール攻撃に参加し、フランスの戦艦リシュリューと交戦した。その後、H 部隊に編入され、マルタへの船団の護衛に従事した。1940年の終わりにバーラムは、地中海艦隊に編入された。1941年1月3日、戦艦ウォースパイト、バリアントなどとリビアのバルディアを砲撃した。3月、マタパン岬沖海戦に参加した。5月、クレタ島沖で爆撃を受けて損傷した。1941年11月25日、バーラムはイタリアの船団の攻撃に向かう途中で、ハンス・ディートリヒ・フォン・ティーゼンハウゼン中尉率いるドイツの潜水艦 U-331 の発射した魚雷3本が命中し、左舷側に横転、艦橋部が水面に沈んだ直後に弾薬庫が大爆発を起こして沈没した。これにより、バーラムに搭乗していた約1184名中861名の人命が失われた。また、バーラムの沈没した様子は、ブリティッシュパテのカメラマン、ジョン・ターナーにより、映像に収められており、沈没に至る様子を確認することができる。第二次大戦時のイギリス戦艦 P21 第二次大戦時のイギリス戦艦 P21 第二次大戦時のイギリス戦艦 P18 から21。ありがとうございます。